僕らの別荘。お前は誰だ、お前は誰だ、お前は誰だ、やばいやつ、お前は誰だお前は誰だ、気が狂っちゃうって言われてるやつ自分のことお前は誰だって都市伝説みたいな、鏡でずっと言い続けると、自分に言ってると、で自分が誰か分かんなくなっちゃう、分かんなくなるっていうのがいまいちなんか、ほんと何百回とか言い続けると、もう脳みそに刷り込まれちゃうじゃないですか。ええー、で鏡見ても自分が誰か分かんなくなっちゃう。あ、そういうのあるんだ。へえ、それもやってます。でも怖い、危ないじゃない。お前危ないよ、やったらすぐ分かんない、うん、2回ぐらいで分かんないすぐ信じちゃったそうなんだってなっちゃう、みんながもうほんと数時間かけてるやつ、もう2回ぐらいになるかちょっと真剣にやる、うん、お前は誰だ、お前は誰だ、俺はめっちゃまだじゃん、お前は誰だ、うん、お前は誰だ、武田鉄矢で、お前は誰だ、武田鉄矢で、お前は誰だお前は誰だ、自分のこと武田鉄矢だと思っちゃうじゃん、なんだろう、ケムさんもやってますよ、はい、石井は誰だ、自分でやれ、石井は誰だ、石井は誰だ、俺がおかしくなっちゃうんだろ、石井は誰だ、誰は誰だ。みんなで石井忘れようぜ。石井は誰だ。石井は誰だって。石井だ、石井誰だ。石井誰だ。え？石井誰だ。石井は武田哲也。え？こいつは武田哲也だもんな。こいつは武田哲也。お前は哲也だ。お前は哲也だ。振り返ってる。俺は哲也。こいつ哲也になったんじゃないか。哲也になったんじゃない。え、金八先生ですか。三年 B 組金八先生です。言わないだろ。三年 B 組って言わないだろ最初に。はい、三年 B 組。ドラマの金八先生ね。ドラマのオープニングだけだよ。あれも私が言ってます。坂本龍馬好きですか？好きでえ、プロポーズしてください。僕は死にましん、3年 B 組あなたが好きだから。すぐ分かんない、2回ぐらいで分かんないだからすぐ信じちゃったそうなんだってなっちゃう。